ちは、ナチュベジウィル・アツコです。今日は第三圃場に来てます。今日はこの間収穫が終わりました白菜の片付けを行っていきます。少し急いでおります。っていうのも、種をつけるということは土から養分をあげて、それを種の方にね、葉は使っていきますので、土の養分を吸い取られてしまう前に片付けを行います。キャベツも爆発っていうんですかね、こう中に花芽ができてしまって、もうお花咲いちゃってますので、それもね、種になる前に全部土からあげて片付けていきます。で、今日はそうですね、まず抜いて、で、風がないうちにネットなんかもね、片付けちゃいたいんですけど、ちょっと風が出てきたんで、できるところまでやっていこうと思います。この動画はこれから化学肥料、農薬を使わずに菜園をやってみたいなっていう方の手助けになればいいなと思っております。それから農家ならではの手際のいい作業ですとか、疲れない道具の使い方ですとか、そういうのも紹介していこうと思っておりますので、その季節季節の作業がこう積み重なってのお野菜作りになりますので、こう続けて見ていただくことによって、あ、こういう風になるんだなっていう結果もね、わかりますので、ぜひともチャンネル登録していただいて、継続して見ていただけるといいかなって思っております。それでは今日も作業やっていきます。今日のワンポイントです。今ね、杭をね、抜いていったんですけれども、気づいた方いらっしゃるかな、私抜いたピンをね、置く場所、ピンを抜いてこうね、畝の上にこう置いてったんですけど、気がつかれた方いらっしゃいますか。これちょっと理由があって、こういうね、草の上に置いちゃうと見えづらいんですね。パッカーもこの色で、こんな黄色で鮮やかな色してるんですけれども、草の上だとね、目立たないんですね。で、作業しながらとかだと、とてもね、見落としちゃうんですね。特にこういうダブルピンですよね。こういうダブルピンなんかはもうこういう丸ピンみたいにこう丸いのとかついてないんで、こうね、草の上にあるとね、全然目立たないんですね。はい、どうですか、目立たないですよね。そうすると
うちの圃場は通路なんかを草にしておくことが多いので、それからこれからの季節ハーマンナイフモアを頻繁にかけますので、こういうピンがあるとね、事故の元になるんですね。ハンマーで巻き込んでしまって、まあ、ピンダメになっちゃうっていうのもあるんですけど、ハンマーの方の刃もねダメになっちゃう。で、最悪このピンが飛んで人に当たってしまったりとかしますので、このピンね本当に危ないんでね。それで私わざと抜いたピンはすぐに回収しないときはこうね黒マルチの上に置いてました。事故がないように作業を進めています。それからもう一個気がついたかな、ネットからピンを外すんですけれども、なるべくねかがまないように、これね不織布でやっちゃうと不織布破けちゃうんだけど、ネットだったらだいぶ丈夫でちょっとね厚くなってるんですね。だからね少しのことだとびくともしないんですね。なおかつ私はこういう風にネットをね二重にして打ってるので、引っ張っても大丈夫ですので、そういう風にやってます。ここまでで切り上げです。ちょっと他にね早くやりたいことがありますので場所移動します。同じような商品が他のメーカーでも出てるんですけれども、留め立つを選んだ理由はですね、まずステープル針がね圃場に残ってしまうのがとても抵抗ありまして、というのも子供も大人も裸足で圃場に入ることがありますので、まあちっちゃいもんですからすぐね錆びて土に戻るのかなと思うんですけれども、やっぱりねたくさん使っているとそれだけの影響もあるのかなっていうことが考えまして、それからもう一つテープと針、消耗品が 2種類あるのがちょっと面倒くさいなっていうのがありまして、っていうのも、他のメーカーのものを使っていて、あーテープがなくなったと思って補充したと思ったら今度針がなくなったとか、あこれめんどくさいなっていう風に思ったのと、それだけお金かかりますよね消耗品代がね。なので私はこのテープだけのスタイルの留め立つを選びました。セブン界のテープを使ってますので、自然にねこう落ちて土に戻るっていうところも気に入って、環境配慮タイプのテープを購入しました。使い方なんですけれども、もう皆さんご存知だと思うんですけど、こうやって軽く握るとテープが引き出されます。で、留めたいところにですねこう枝を持っていって、よいしょ、そして強く握ると決着になります。下で、で軽く握って、うん、もうちょっと押すとカチッって言うと、うん、手離してテープが引き出されるから、うん、そしたらここにどことどれくっつけるの、これこの辺は広いからこの辺、うん、じゃあここ、はい、はい、これで、うん、で、うん、茎を挟まないようにもうちょっと後ろ、うん、前っていうの、うん、はい、うん、で、ギュッとガッチンっていうまで、そう、はい、で、出来上がりです。へー、はい、ここは紫アスパラの圃場になります。去年ね、種からアスパラを育ててまして、あ、出てますね。今年は収穫ないんですけれども、ここも紫アスパラがね育っています。このね棒のところにね、苗が植わっています。種から育てるの初めてなんでね、どんな風になるのかなっていう風に見てます。それからですね、今日はね除草のねアイテムをね紹介します。これなんですけれども、先にこうギザギザがついている、クワのような鎌のような、ものなんですけれども、こちらで除草をしています。で、比較的このギザギザが大きい方
ここに、大きい、ね、草はね引っ掛けるとうまく抜けます。ナス科じゃなかったね。去年のね11月に、あ違う、去年の11月にあの草堆肥をねもらってきまして、でこちらをね今日ふるいにかけて持ち帰って自宅の方で育苗土として使っていきたいと思います。ここにね 1.5 って書いてあるんですけれども、この芽が 1.5 センチってわけじゃなさそうですね。これ何なんだろうね。5ミリ 0.5 センチなのかな。ちょっとね大きさ、芽の大きさがよくわかんないですね。ほら、かわいそうに。いっぱいいるよ、ほら。